ボイジャー1号は1977年に打ち上げられた NASA の無人宇宙探査機である。ボイジャー1号の構造図ボイジャー1号は1977年9月5日に打ち上げられ2021年現在も運用されている。同期は地球から最も遠い距離に到達した人工物である。ボイジャー1号の最初の目標は 木星と土星及びそれらに付随する衛星と、勘であった。2004年12月、太陽系外に向かって飛行中、太陽から約140億キロメートルの距離で、太陽風の速度が、それまでの時速112万キロメートルから16万キロメートル以下に、極端に落ちた。また、太陽系外の星勘物質が検知されたことから、末端衝撃波面を通過して、太陽圏と、 星間空間の間の衝撃波領域であるヘリオシースに入ったことが判明し、研究者が星間物質の状態を直接観測したデータを初めて得ることができた。2012年6月、NASA によってボイジャー1号が太陽系の境界付近に到達したことが公表された。8月25日頃には太陽圏を脱出し、 生管空間の高校に入っていることが発表された。2013年9月6日時点で太陽から約187.52億キロメートルの距離を秒速1 7 0 3 7ルで飛行中。この時点の距離では探査機からの信号がジェット推進研究所の管制センターに届くまでには高速で 片道17時間21分56秒かかる。ボイジャー1号は太陽に対して、双極線軌道に乗り、太陽の脱出速度に達している。ボイジャー1号は、パイオニア10号や11号、姉妹機であるボイジャー2号と共に、星間探査機へと役割を変えている。2機のボイジャー探査機では、それぞれ3個の原子力電池が電力を供給している。 この発電装置は当初想定されていた寿命を大幅に超えて2019年現在も稼働している。1977年当時470ワットを供給していた原子力電池の電力供給能力は2008年の時点で285ワットに落ちている。節電のため一部の観測装置の電源を順次切っていくことで2025年頃までは 地球との通信を維持するのに十分な電力を供給できると期待されている。以下の順番で順次観測装置の電源を切っている。2017年11月下旬には、機動制御用の噴射エンジン4機を37年ぶりに作動させることに成功している。2020年の時点で以下の装置が動いている予定。今後これらの電源をどの順番できるかは未定。 ボイジャー1号の打ち上げボイジャー1号はもともとはマリナー計画のマリナー11号として計画された。この探査機は当初から計画当時の新技術だった重力アシストを利用するものとして設計された。幸運にも一連の惑星間探査機の開発時期が惑星の配置がほぼ同じ方向に集中する時期と重なったため惑星グランドツアーと呼ばれる。 外部惑星の連続探査が構想されることとなった。このグランドツアーは重力アシストによる飛行コースを連続してつなげることによって軌道修正に必要な最低限の燃料だけで単独の探査機が太陽系の巨大ガス惑星4個に加え当時の構想では冥王星をも訪れることができるというものであった。同系機のボイジャー1号よび2号は この構想を念頭に置いて設計され、打ち上げ日もグランドツアーが可能な時期に設定された。ボイジャー1号は1977年9月5日、NASA によって、ケープカナベラル空軍基地の LC-41 発射台からタイタン EEA セントルロケットで打ち上げられた。この打ち上げにわずかに先行してしまい期のボイジャー2号も打ち上げられていた。 ボイジャー1号は2号より後に打ち上げられたが、2号よりも飛行時間の短い軌道に乗せられたために先に木星と土星に到達した。この高速な軌道は誘導次第で冥王星へも到達できる軌道だったと言われているが、工術のように最終的にはボイジャーによる冥王星探査は行われなかった。打ち上げ当初、タイタン EEA ロケットの第2弾が約1秒分の 燃料を残して予定よりも早く燃焼終了してしまったこのため地上クルーはボイジャー1号が木星に到達できないのではないかと心配したが上段のセントールステージが十分な燃料を持っていたために加速の不足分を補うことができたボイジャー探査機の搭載装置の詳細についてはボイジャー計画を参照のこと ボイジャー1号は1979年1月に木星の写真撮影を開始した。木星への再接近は3月5日で、木星中心から34万 9000km の距離まで近づいた。接近中には解像度の良い観測データが得られるため、木星の衛星や艦、木星系の磁場や放射線環境などの観測の大部分は、 最接近の前後48時間内に行われた。木星の撮影は4月に終了した。2機のボイジャー探査機は、木星とその衛星について、数多くの重要な発見をもたらした。中でも最も注目すべき発見は、過去に地上からの観測やパイオニア10号、11号で観測されていなかった。 イオの火山活動の存在を明らかにしたことである。ボイジャー1号が撮影した土星。土星最接近の4日後に530万キロメートルの距離から撮影された。ボイジャー1号の木星での重力アシストは成功し、探査機は土星へ向かった。ボイジャー1号の土星フライバイは1980年11月に行われ、11月12日には、 土星表面から12万4 0 0 0トル以内にまで接近した。探査機は土星の間の複雑な構造を明らかにし、土星とタイタンの大気の調査を行った。以前の発見でタイタンには濃い大気が存在することが分かっており、探査の重要性が増していた一方で、当初は火星弱の大きさと考えられていた。 冥王星がボイジャー打ち上げ後の1978年に衛星カロンが発見されたことによって見かけよりもかなり小規模な天体であることが判明していたという背景もあった。結果的にジェット推進研究所のボイジャー制御チームは長期運用のリスクを背負ってまで冥王星に向かうような延長ミッションは行わず、ボイジャー1号のグランドツアーを終えてタイタンに 接近させることにした。どちらにせよ、冥王星は、王道面から傾いた、後天軌道にあることから、王道面は脱出させる必要はあったのだが、タイタンへの接近軌道に乗ることで、ボイジャー1号はさらに重力アシストを受け、冥王星には接近しない軌道に乗った。これをもって、ボイジャー1号の惑星科学ミッションは終了し、生肝ミッションに専念する形となった。 1990年2月14日に撮影された太陽系家族写真2機のボイジャー探査機は2025年頃まで少なくとも観測装置の一部については十分稼働できる、電力を供給できると見られている。1990年2月14日、ボイジャー1号は2号の進行方向の観測を兼ねて太陽系の各惑星を60枚の連続写真に収める。 太陽系家族写真の撮影を行っている。しかし水星は太陽に近すぎて、火星は太陽の光に霞んで映らず、冥王星は遠すぎて視野に入らなかった。ボイジャー1号は、ボイジャー2号とともに、太陽系の外から来る紫外線の波長域の一つ、ライマンアルファー線を観測していた。その中には、地球からの観測では知られていなかった。 宣言も含まれている。ライマンアルファ線は地球からの観測では生還物質に散乱される太陽放射のせいでうまく捉えることができないものである。2005年5月当時のボイジャー1号の高校1、2021年現在は太陽圏外にある。ジョンズ・ホップキンス大学応用物理学研究室の研究者は ボイジャー1号は2003年2月に末端衝撃波面を通過したと考えている。しかし他の研究者の中にはこれに異議を唱えている人もあり、ネイチャー2003年11月6日号で議論を行っている。2005年3月25日にニューオーリンズで行われたアメリカ地球物理学連合総会での科学セッションでエドストーン博士は ボイジャー1号が2004年12月に末端衝撃波面を通過した明らかな証拠があることを示した。ボイジャーの太陽風検出機は1990年に機能を停止しているため、この問題に決着がつくまでには他の観測データが得られるまでなお数ヶ月かかるものと思われた。しかし2005年5月には NASA のプレスリリースにおいて、 ボイジャー1号は当時ヘリオシースを飛行中であり、間もなくヘリオポーズに到達するとされた。2012年8月25日にヘリオポーズに到達した。ボイジャー1号が静観空間を目指して飛行する間、探査機の観測装置は太陽系の調査を続けていた。ジェット推進研究所の研究者は、ボイジャー1号2号に搭載されているプラズマ波、 実験装置を用いてヘリオポーズの検出を試みていた。2012年3月の太陽からの大量の質量放出が2013年4月にボイジャー1号に到達し、ボイジャー1号周辺のプラズマの密度が太陽圏の果ての40倍高いことが分かり、ボイジャー1号が太陽圏外に出て、星間空間にすでに到達していたことが判明した。 過去のデータを調べ、2012年8月25日にヘリオポーズに到達していたことが分かった。2006年8月、NASA は、ボイジャー1号が 100AU の距離に到達したと発表した。2010年12月13日、NASA は、ボイジャー1号が観測している、太陽風の速度がゼロになったと発表した。 これは太陽圏の端に近づいていることを示しているとしている。2016年12月29日現在、ボイジャー1号は太陽から約216億3000万トルの距離にあり、ボイジャー1号の速度は太陽との相対速度で秒速1 6 9 7 7トルで、ボイジャー2号より約10%速い。ボイジャー1号は 地球から最も遠くに到達した人工物となっている。特定の恒星をまっすぐ目指しているわけではないが、仮に太陽系に最も近い恒星系である、ケンタウルスザアルファ星に向かったとしても、到着するまでには約8万年かかる。実際にはヘビ使い座の方向へ飛行を続けており、約4万年後には、グリーゼ445から約1.7光年の、 距離まで接近し、約5万6千年後には、オールトの雲を脱出するとされる。注釈出典ありがとうございます。